安倍元総理をこういう形で亡くしたこともあって国葬にすべきだという議論があって、一方には国葬に反対しますみたいなね、まあなんつうかおぞましいハッシュタグを拡散してる人もいます。でも私はまあ国葬にしてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、私個人の考えればぜひ国葬にしていただきたい。あれだけ各国から弔意が伝わっている中でですね、で何か お葬式のような、ね、営みがなされるときに当然各国首脳も参列したいと思います。しかしね、教団に倒れた安倍総理ですから、で次お葬式のやるって言ったときに各国首脳、本当に最高各国の、ね、大統領とか総理大臣とか最高指導者が来るってときに、いやまた撃たれた困るということで結局出席できないかもしれないでしないですか、下手したらね。そういう中でちゃんと国葬にして警備体制も万全にして、その上で安倍総理をお見送りしようと、ね、そういう体制で各国首脳もお迎えすると、そうやって私は個人的には叱るべきだと思っています。でその時にできれば新総裁、まあ、新式のお葬式にしてくれれば本当に祝はなしなんでございますけれども、まあそれは難しいかな。でね、国葬っていうのは今いわゆる法的制度ではありません。まあ、いわゆる国葬のような形で、まあ、お葬式が行われるのは、これ、現行制度下では天皇陛下だけです。で、天皇陛下のお葬式や、その一連の儀式を大葬と言いますけれども、まあ、大は天皇の何々っていうのが天皇大権とかですね、大政奉還の大ですよね。で、この大葬というのもですね、まあ、よく知られてる、その、まあ、私もまだ小学生でしたけれども、昭和天皇の大喪の礼というのがありました。大喪の礼というのは、まあ、政治家の方々とか、公の、ね、立場にある方々が参列して行われる、まあ、お葬式だというふうに、まあ、知られてますけれども、実はですね、大喪の礼というのは、まあ、その上積みのような部分なんですね、実は。これは参列した方には失礼なんですけど、本当の天皇陛下のお葬式の、まあ、まさに、まあ、お見送りする、その、皇祖皇祖、歴代天皇のもとへお見送りするという儀式は、大喪の儀と言いまして、新式で行われるんです。新総裁なんですね。まあ、それは当然ですよ。歴代天皇がやっぱり、神道の中心的ご存在で、そういう歴史的ご存在で終わりになる。例えば、天皇陵を見ればわかりますよね。天皇陵単なる、こんもりしたお墓じゃないですよね。天皇陵の入り口に何がありますか、皆さん。ほぼ、例外なく、まあ、鳥居がありますね。はい。つまりあれは神式のお墓なんですよ。だからあそこでお線香とかあげちゃダメなんですよ、本当はね。で、お墓であり、かつ祭祀の場所でもある。ね、だから、仁徳天皇陵に足を踏み入れちゃいけないって言ってるわけですよ。仁徳天皇陵にも当然鳥居があるし、そこで神式でお祭りされてるんだから、今もリアルタイムの祭祀の場所である。で、天皇陛下を祭祀でもってお見送りするのが、まあ、大喪の儀でございますよね。で、その大喪の儀の前後に大喪の礼という、ちょっとその、やってきた上積みのような儀式が行われる。だから、大喪の儀の間は鳥居が設置されて、そういう神式の儀式が行われるわけですけれども、大喪の儀の前後の大喪の礼のところでは鳥居が取り外されて、まあ、これ大嘗祭の時に問題になりま、問題というか指摘する人いましたけどね、大嘗祭の本当に神式のところだけは鳥居が設置されるんですけれども、政府がかかることは、これは国事だから、国の儀式に宗教色を入れてはいけないかということで、鳥居をなんかキャスター月の鳥をコロコロで取り外してるとか、そういうことを、ね、指摘する方、ね、まあまあ、それは当然そんなバカなことがあるかということで指摘されたわけですけども、その大喪の儀というのもね、なかなか一般には知られてないわけですけど、何が言いたいかというと、神式の神道というものを戦後国家としては明らかにね、ないがしろにしてきたんじゃないかと。戦後レジームからの脱却っていう一番のね、本丸の一つがそこじゃないかと思ってるんです。